皆さんこんこにちは伊藤塾の清水介ですさて今回は伊藤塾のこの行政書士試験対策の講座を受講されている皆さんに対してちょっと私の方からメッセージそしてこの年末年始の過ごし方についてのお話をさせてもらえたらなというふうに思います。 伊藤塾では、その講座、行政書士試験の対策の講座っていうところでも、大きく言うと、法律初めて勉強する方向けの講座っていうものと、それから学習経験者向けの方の講座っていう形で、大きくは分けるかな、ことができるかというふうには思います。また、法律初めて勉強する方向けの基礎からもう一回一からやるという講座においても、 決してそれは学習経験者の方が受けてはいけないというわけではありませんので、まあ、実際多くの学習経験者の方がもう一回最初から勉強し直しをしようということで合格を目指されるということもあるだろうというふうに思います。従いまして、まあ、ちょっと今回のお話なんですけれどもそのどの講座を受けているというよりかはその初めて法律を勉強する方ですね という方向けの話とそれからもう一つ、まあ、2022年の受験をしましたっていう形で、まあ、学習経験者の方向けのお話ですねそこの2つ、まあ、ちょっと二つに分けてねお話の方をさせてもらえたらなというふうには思いますまあどっちの話もあの多少ためになることがあると思いますので聞いてもらえたらというふうには思いますがさてまず初めて法律を勉強する方に向けてということですね 初めて法律を学習し始めた法律初学者の皆さんへということですけれども、まあえー、この動画を聞いてくださっているということは、まあ、もう伊藤塾の受講生とということで、まあ、講座のスタートをしていると思います、まあ、講座のスタートに関しては、まあ、早い人であれば、えーまあ、そこそこもう進んでいるということもあると思いますし、えー、場合によっては、えー、実はまあ始めたばかりなんですっていう方もいらっしゃるだろうというふうに思います。 まあちょっとどこまで聞いているのかなっていうところに関してはお一人お一人違うところがあると思うんですが、まずやっぱり講義聞いてみてどうでしょうかということですね。ここに入れておきましたけれども、まあ難しいな、やっぱり難しいなっていうふうに思ってるんであれば、それはね、当たり前のことです。えー、なので、えー、ここの部分、やっぱり実際にね、行政書士試験始めてみたけれども、なかなか簡単なことじゃないなっていうふうに思ったんだとすれば、 それは当たり前のことであって、決してそういうふうに思う自分自身が頭が悪いとかそういったわけではないので、心配なさらないでくれればなというふうに思います。最初からじゃんじゃん分かっていくんだったら、みんなそんなに合格するのに苦労していかないですよ。やっぱり合格率が10%の試験なんですから、それなりに難しいことやってるのは当たり前の話なんですよね。で、まあじゃあなんでそんなに難しいんですかって言ったら、それはやっぱり、 皆さんが受かった後行政書士になると行政書士ってやっぱりそれだけすごく大きな責任を伴うような仕事をしていかなきゃいけないわけです、まあ、なのでそれはねだからまあ難しいのは当たり前のことだよというふうに思って決していきなりこういったところでねなんか自分は頭が悪いから向いてなかったみたいなんていうふうに思わないでほしいなというふうに思います。 で大事なことって何ですかっていうとね大事なことはこれはね立立ちち止止ままららないここととでですすね、えー、立ち止まらずに続けることです伊藤塾の講座というものはまあ、えー、多少種類はあるとは思うんですけどどの講座も基本的には繰り返しし勉強していくんですねこう一つのテーマを一度聞いたらもう二度とこの勉強受験勉強の間で扱わないというような講座の組み立てにはしてないんですよ。 大事なところであるほど、うん、それは繰り返し勉強するっていうふうになっています。で、最初わかんなかったとしても、全部聞いてからわかるようになったりするっていうこともあるので、ポイントは何かって言ったら、ね、立ち止まらずに続けること、わからないことはわからないままで、とりあえずケースによっては置いといても大丈夫です。うん、まあちょっと心配であれば、付箋とか貼っといて、ここわかんなかったっていうふうにメモとかしとけば、 あとで見返した時にその面を見て、あ、なんだこんなことわかんなかったのかっていうふうに思ったりすることもあるので、立ち止まらずに続けるっていうこと、これを大切にしていってほしいなというふうに思います。そして、こうやって勉強を始めてみてね、実際にまあ自分自身の生活のスタイルであるとか、あるいはその勉強のこう理解度進捗度っていうものもある程度実感はできてきていると思いますので、 まあこの年間スケジュールっていうものを考えるのには、やはり年末年始っていうのはちょうどいい時期なのかなというふうには思います。えー、まあ勉強開始前のところで想定していたものとやっぱり違うなっていうふうに思うこともあると思いますので、まあ、この年末年始に関しては、改めてね、この2023年の年間のスケジュールというものを少し考えてみてほしいというふうに思います。そして、適度な休み。やっぱりこれも大切ですからね。えー、1年間通して勉強していくわけですから、 学校の定期試験みたいにこう一夜漬けで終わるっていうようなもんじゃないんです。えー、やっぱり頑張りすぎちゃうとね、頑張りすぎてガスケツみたいな感じになっちゃって、結局3月4月ぐらいのところでぐったりしちゃうっていうこともね、よくある話なんですね。従って皆さんそういったことのないようにするためには、やっぱりその心身の健康というものにも心がけてほしいと思います。で、心身の健康のためにはやはりあまり自分自身を追い込みすぎないっていうことも大事になりますので、 まあ年末年始っていうのはちょうど休み、体の疲れを取るのにも、まあいい時期なのかなというふうには思いますので、まあ適度な休みを大切にしてほしいと思います。休みはせっかくですから、2023年皆さんの受験勉強を支えてくれている人に対する感謝の時間というふうに使ってみるとね、まあよりこう、なんて言うんだろうな、いいスタートが切れるんじゃないかなというふうに思っています。さて、えー、まあ初めて勉強される方ですけれども、ちょっとこんな感じ、これぐらいにしておきますね。 そして、まあ、すでに法律を勉強されている方ですがまあ実際に相当数いらっしゃるだろうというふうに思いますでまずやっぱり皆さんに言わなきゃいけないことっていうのはまあもう2022年度の試験は終わったんでやっぱりその気持ちの整理はできてますかっていうところですよね でもしもう切り替えきちんとできていますっていうんだったらもうそれはねあの素晴らしいと思いますよ、えー。切り替えが早いっていうのはこれはね一つの大きな武器になります、まあ、そういった意味ではもう切り替えできてるんだったら逆に心配は全くしていないです。で、えー、逆に切り替えができない人ですよね、えー。特にやっぱりそういった人っていうのはそれなりにいらっしゃると思うんですよね。うん 切り替えできなあの2022年合格に向けて一生懸命頑張ってきたんだから、えー、それがうまいような結果が出なかったっていうとすると、まあ、やっぱりそれはね、えー、僕なんかも分析会とかでもう一言で言えば準備不足なんだよみたいな話もしたりすることはあるんですけどもまあ準備不足とはいえ頑張ったことには変わりないんでねそういった意味ではなかなか気持ちの整理もつけづらいところだと思うんですけども。 気持ちの整理をしてから進まなきゃいけないっていうこともないんですね。なので、えー、まあ、気持ちの整理ができてますかって言ってできてませんよって言うんだったら、もうできてない、できてないで別に構わないですよ。で、えー、気持ちの整理ができていない自分も自分として受け入れて前に進んでいくっていうことが大事なことかなというふうには思います。とにかく前に進むことですね。とにかく前に進むこと。それが大切です。 ね。それは気持ちの整理ができて進めれば、えー、よりいいかもしんないけど、できないんだったらできないでしょうがないじゃないですか。それを無理に、じゃあ気持ちの整理をするために、整理のためだけに時間を使うのかって言ったら、そんなもったいない話じゃないんであってね。まあ変な話、えー、まあ辛い出来事っていうものも時間の経過の中で徐々に徐々に薄れていきますから、まああとは、まあ時間の方に、時間の経過の方に任せるとしてね。 自分自身は前向いいいいいてててやっっこうというふうととふに進んでいってほしいと思います、ね、そういった自分を受け入れたまま前に進んでいってほしいなというふうには思います。でこの年末年始についてなんですけれども、まあ、この年末年始ですけれどもね、まあ、あの一般的に言うとやっぱりこう年が変わるっていうとどうしてもまあ新しい気持ちにはなりやすいところだと思いますので、まあ、そういった話もしましたけれどもね まあ多少やっぱり年を明けるとあのできてない気持ちの整理ができてない自分も何かこううまくできたっていうこともあると思います、まあ、そういういいシーズンでもありますから、うん、この年末年始ですけど充実して過ごしてほしいなというふうに思いますで、まあ、やっぱり新しい年を迎えるということになりますとやっぱり前年の反省をどう生かすかっていうところを考えるとやっぱり一つ大事なことですよね。 2022年こういうふうに失敗しちゃったなっていうふうに思うものがあるんだったら翌年はそのの失敗ををしししないいいいいいたためにどうしたらいいかっていうらかと考えてほ思います大事なことっていうのはねこういう失敗をしちゃったなこういう失敗はもうよそうっていうふうに考えておしまいにするんじゃなくてこういう失敗はしちゃったなこういう失敗はもうやめたいなやめるためにはどうしたらいいかなっていうのを考えるっていうことが大切なことになります。 例えば仕事の繁忙期っていうものが何月頃にありましたそれでうまく勉強ができなくてその結局その影響が最後まで出ちゃいましたというんだったら2023年はどうなんだろうかね2023年もやっぱり同じようにその時期に繁忙期があるんだとしたらそれは2022年と同じようなスタイルで望んじゃったとしたら結局同じことが起こってしまうわけですそうすると2023年も同様のことが起こりそうだなっていうふうに思ったら今だからこそ事前に考えておくことができるものってあると思うんですね まさにその反省をどう生かすのかっていうのは同じ過ちを繰り返さないと心に違う,近うことだけではなくて同じ過ちを繰り返さないためにどうしたらいいかっていうことを考えるということがこの年末の大事なまあ一つやっておいてほしいポイントなのかなというふうに思います受験経験というものなんでねせっかくだから生かしましょうよ受験経験を生かすっていうのは決してやってきた勉強の知識とかそういった問題じゃなくてやっぱり経験値なんですねむしろ経験値なんですよね この年間通した勉強っていうものがいかに大変なものかっていうものを実感してでその大変なものをクリアするためにどうしたらいいのかっていう手立てを考えることができるのが学習経験者の非常に大きな強みだっていうことを忘れないでほしいというふうに思いますまあそれとともにやはり新しい年なんでね年間のスケジュールやっぱりここは考えていってください、まあ、もちろん初めて勉強する方にもスケジュール立ての話をしていますから、まあ、これはどちらにも共通していることではあるんですけれども やっぱり一年間のスケジュールというものを、まあ、年始のところで冒頭考えるということは、えー、大切なことなんじゃないかなというふうには思っております。さて、えー、短い時間ではありましたけれどもね、えー、少しこの年末年始の過ごし方について、まあ、伊藤塾の講座、えー、受をしてれている皆さんに向けてということでお話をさせていただきました。 2022年、本当にお疲れ様でした。そしてね、ありがとうございました。お付き合いいただいてありがとうございました。2023年もね、ぜひ一緒に頑張っていきたいというふうに思います。2023年はね、絶対合格。今度こそ絶対合格。ま、あるいは初めてだとすれば、一発で絶対合格というつもりで、一緒に頑張っていきましょう。それでは以上にします。